か怪しい人が。あ、こんにちは。あ、そうじゃない。はい、あの、3できますかね。はい、3。あ、母ちゃん、何の話ですか。何もない、お前、お店間違ったよ。何ね、何してんの。何のこと。いやいや、何、こっち働いてんの。もう2年になりますけどね。2年になるんだ。母ちゃん、何ですか。あれ、おかしいな。何ね、どこに行こうとしたの。え、3って何ですかね。3P ってのは3ポイント、お前3ポイント貯まりますかって聞こうと思ったんだよ、お前。バカ者お前、ね、なんだそれ。うわ、すごいな、母ちゃんも映ってんだこれね。そうだよ、フライヤー。顔出ししないのこれやっていいの。うん、そう。フラーは嫌。フライヤー。フラーは嫌。フライヤー。頭がおかしいのは嫌ってこと。フラーは立ち入り禁止ってことか。違います。母ちゃん、はい。お前タバコ吸いすぎてさ、うん、お前石峰店長とお前コラボした時とか、うん、超歯が黄色いんだよ。誰が。俺。そうだよね、だからホワイトニングしに来たのっけ。うんうんうん、ね、いいねいいね。バシッと白くしたよ。オッケー、うん。優しさ踊って優しさ、こっち並びて優しさ、生ぶちだウサギ天使がヘルサンダイカミブッサン、ヤシがウークイまだヤイビン、テイク打ち壁メイサンネ、トウトウハメメイメイシメイ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 シ。ホワイトニングってどうすんの。やり方わからない。歯磨けばいいの。とりあえず、うん、そうですね、あのスリッパ履いてもらっていいですか。スリッパって痛くないよな。痛みは一応人それぞれですけど大丈夫。そうなんだ。じゃあこれ汚い、汚いでしょ。色が。ああ、そうだね、ちょっとタバコのヤニだったり。ちょっとどころじゃないんだよ。コーヒー、タバコのヤニとか、ま、昨日食べたマグロとか全部かかってんだこっちに。人のね、集中しようよ。やだやだ、早く早く。どうぞ。やっぱり芸能人は歯がゆい道、 YouTube やってる人は歯がゆい道だからね。ということで今回は、母ちゃんのお店でちょっとホワイトニングやってみようでございますね。はい、初めてなんで。そうだね、怖いから。大丈夫、下の歯だけでもできるから。下半身とかできないの。無理です。そういうお店じゃないので。あ、そうね、すいません。じゃあ何、どうすんの。とりあえずじゃあ鏡の前に立ってもらっていいですか。鏡の前に立てばいい。エプロンをかけてください。エプロン、これこうすんの。歯医者さんのエプロン。歯医者さんみたいな、うん、はい、そしてちょっと歯ブラシをするので、うん、こちらから、はい、こっちから 歯ブラシ取ってください。これ、うん、本当はあのスタッフが全部、うん、あのやってあげるんですけど、うん、ちょっと今日はカメラ持ってるので自分でやってください。お前やってよ、磨いてよ。磨きはしない。磨きはしないの。はい、ここで磨けばいいの。はい、そのまま濡らさず磨いてもいいです。濡らさず、うん、え、この歯磨き粉そのままはいいんですよ。うん、ちょっとの軽めでいいので。うれれうれやめてもらう。ここ お家じゃないから本当にやめて。お客さんいつ来るかわからないから。変わります。すごい歯ブラシの仕方だね。あの歯磨きは弱く、あの優しく磨いてあげないと傷だらけになってそこに汚れがよくつくからね。近くカビになるから。いいよ、汚いでしょ。ね、これ書いて、これちょっとね、秘密の刃ってわかる。秘密の刃、やばじゃない。でお願い。やばじゃないんだよ。ラクダの歯みたいでしょ、これね。この辺も静かな。かっちゃん歯がないから、歯がないんだ。これね。基盤でんだよ。歯磨いてないわけじゃないんですけどね。磨いてるけど、磨いて、その分も、もうくるぜ、これ。ヘビースモーカーだからね。バシッと吸っていってこう、いくうちにこのヤニがパッ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 って出ていく。それをどうにかしたいということで、今回母ちゃんだよね。リップ塗ってください。リップ塗ろう。はい、唇に。これね。うん。唇も汚いな、俺の。うん。うん、いいんじゃないよ、お前。痛みは。なんじゃこれ。これどうすんの。こうやって。
そうです、そっちに、うん、こっち、これ見て、こんな感じになると。お目にやろうや、の丸いの声出したよ、早く歯の表面の水分を取ってください。歯の、うん、水分ついてるとね、いや汚いなら、ね、歯かきないから、浮くからね、上はないでしょ、うん、はい、足上げます、足上げるの、うん、後ろに持たれて、あ、すごい、あ、肩、にじいの、ね、やめてちょっと、持っといて、何かい、何言ってんの、え、あ、こっちも塗ろう、うん、秘密のやりを見てて、うん、ね、ペットしまーす、ペットしまーすよね、こんな感じだね、あるかな、うん、何これ、かわいいけど、はい、で、スタートしますね、はい、うっ、こんな感じで、一応、あの、ほんと、あの、ライトが強いから、これ、サングラス変えるわけ、はい、眩しいな、うん、眩しいわけを、取ったらが、これで、ちょっと、ちゃんと、うん、オッケー、これで、もちろん眩しい、光が来るからね、そうそうそう、みんなそれぞれでやらなくていいよって人もいるけど、ちょっと、携帯にいるから、そう、こうなって、あ、これかな、やったら結構変わるはず、変わるね、じゃあちょっと私は仕事に戻るので、これつけただろうね、一回もつけたら離れるから、じゃあ徹底点検でやりますね、よっしゃ、ん、終わり、うん、はい、起こすので、はい、うがい、2、3回うがいしてくださいね、コップ、2、3回うがいすんの、うん、ジェルタイプになってるからちょっと、お、はい、ちょっと何もつけないでブラッシング、何もつけないの、うん、そのまま磨いてください、軽くね、いい、終わり、あ、終わり、あ、ほら、ヤニ取れてる、お、わかる、なんか茶色いのついてたさ、見えるかな、白くなってるよ、インスタント1回、うん、なってるよ、え、ほら、1回だったね、2回、3回やったらもっと白くなるんだ、うん、そう、重ねたらね、回数、真っ白なるよ、はい、オッケー、あー、なってるよ、なってんの、歯の中、内部から白くするから白くなるわけ、内部から、上の歯はないでしょ、下の歯だけしかやってないのに半額とかないの、ないです、歯もキャンペーンっていうの作れやもん割り増しなります、普通は7000円とか8000円とかするんだけど、今回、この動画を見てくれた方にはクローゼットフォアオールさんが、母ちゃんがいるからね、はい、こっちで、3980円でやってくれて、そうです、いいね、じゃあおめえちゃんとやったよ、これバシッとね、ちゃんと、最初はカウンセリングから入るので安心できます、じゃあぜひ皆さんね、こちらホワイトニング、はい、こっちどこ、これ出しときましょうね、山内、パパーン、はい、出してきましたんで、俺の母ちゃん何もしないでくださいね、ありがとうございました、やだ母ちゃん、はい、ちょっと遅くなるから、え、今日も遅くなるんだよ、今日那覇に用事で、那覇に用事、忙しいんだよ、ね、辻とかじゃないよね、辻、さっき間違えて、辻ではない、辻ではないよ、じゃあね、はい、バイバーイ、はいはいはい、優さ踊って優しさ血並びて優しさ生ぶち弾うさぎ天使が平子さんで神ぶっさんヤシがうくいまだやいび平く打ち神めさんねとうとうはめめいめいしめい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 しカモン